はい、こんにちは、矢田部です。今日はですね、右サイドでの、矢田部のシュートパターンもう1個行こうと思います。はい、シンプルに中に入るんじゃなくて右足で蹴る形、なるほど、やろうと思います。はい、とても簡単です。簡単なんですね。簡単ですよ。ちょっとこっち大井さん、ディフェンス俺のパターンでいいんだもんね。矢田部パターンはですね、基本的に前散々やってんだけど、縦縦行くよからのアウトを入れて中入んだけどついてくるじゃない。でも切り替えてズドン、終わり。終わった、終わりました。終わっちゃった。いいっすか、もう一回。縦縦シザース、インサイド、インサイドでズドン、終わりましたね。あのね、前回やったのはね、ここでシザーズ入れて縦入ってってあズドンだよね。はい、やりましたよね。やりました。まあこれやった上での話ですからね。はい、あのこれだけ見たら何にもなんか工夫も何もないやつみたいだからさ。ドシンプルみたいなね。これしかやらない、これしかやらないわけじゃない。あの他のがあった上で、あのまあ YouTube って難しいんですよ。 YouTube って難しいのね。シンプルなやつだけやってもこいつ何なんだって、そんな誰でもできるわってなっちゃうからね。難しい。まあ難しいっすよね。アウト、アウト、シザーズ入れて中入れてインサイドでドン、ここなんですよ。はい、でポイントはなくないですよ。必ずディフェンスっていうのはポストとポストの頂点に立ちます。はい、でほら隠して、だからここでね、今大石さんが立ってるここどいてもらいたいのよ、これに。うんうん、ね、だから行くよって言ってアウトで長さゴーって言ったら反応がついてくるじゃん。そしたらここ通せるんだよね。ああ、さっきの後ろってことですか。そうですよ、いなくなったでしょ。はい、サッカーの場合賞味期限が切れて3秒ぐらい以内は美味しいんですよ。ちょっとよくわかんない。賞味期限が切れてすぐでね、いなくなったでしょ。はい、その後が美味しいんですよ。なるほどね。あの寒い日に大石さんが座ってた椅子に座るちょっとあったかいじゃない。はい、そのぬくもりをね、頼りにシュート打ってあげるとあーってなっちゃったりするんだけど、いいですかね、ねっていう感じがね。はい、俺の場合はよくやってますよと。うんうん、ね、その時に、足出してきてもこの上狙って蹴ってるんで一歩出てるでしょ。でそこの上足出されても上だからね、入れやすいよと。もう一回行こうか、この形。はい、まあ基本的にぶち込んでます。ぶち込んでる。あのね、よくコースがって言うけど、この時点でキーパー大体ね一緒になって横ずれてっから。あ、右に行きますもんね。でさらに俺隠れてるでしょ。俺の場合ぶち込めば入るように作ってるんですよ。なるほどね。あの繊細なタッチをここでやる自信ないんでね。あのここって無酸素運動なんで、はい、3秒以上無酸素は死にます最近。若い時は10秒持つんだよ。最近の無酸素運動ここで3秒だったらもうハーハー言うから。心作業無酸素ですよ今ね。もう水の中だと思って、ペナルティーエリアのそば水の中ですよ。はい、ここで一回もうこっから息止めてっからね、こっからもう維持してないよ、で打っていくんだよ。なるほど。だから逆に狙った方がキーパーちゃんと正しく動いてたら取られやすいんだよ。だからぶち込む。はい。今入ってよし、やっとロングブレス。いや、そういうのいらないから。そういうのいらないから。いらないですよね。まあそういった部分をぜひねやってほしいと思います。ということでチャンネル登録お願いします。